はいどうもパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は佐藤亮が2発爆発、福岡5連勝ということで、いやアビスパ福岡5連勝達成ですね。ねちょっと佐藤亮が僕は個人的にベルディ時代からね好きな選手なんで、この2ゴールというのは非常に嬉しいと、ね、いうところで、福岡もこれ5連勝ということでね、いや本当素晴らしい戦いが、できておりますよね。これしかも中断挟んでね、これ J リーグの、中断期間挟んでの5連勝なんでね、4等ね中断前のこの勢いというのが止まらずに良かったなというのが、ありますよね。やっぱこう調子が悪いチームからしたらですけどもね、中断期間というのは立て直すチャンスにはなってきますけども、逆にこう調子がいいチームからしたらですけどもね、この中断というのがちょっと変な間になってしまう可能性もあったんですけども、しかしまあ福岡は、5連勝達成ということで、いやお見事というところでございまして、さあ、この試合の振り返りやっていきましょう。こちら、結果、2-0 福岡勝利ということでございました。この試合左に出しているのがスターティングメンバーにはなってきますけども、左にこの試合前島選手が入りましたね。でもう福岡はもう3バックは最近全くやらなくなりましたね。もう、変化があるとしたら左のサイドバックに小田選手が入るか前島選手が入るかぐらいですかね。もしくは右サイドバックが、ね、前島選手になるかぐらいで、それ以外はもうこれほぼほぼ固定メンバーになってきてる福岡ですね。ゴールキーパーも最近も村上選手が、出ることが増えておりますんで、まあ、このメンバーで、このままねベースでやっていくんじゃなかろうかというのは感じます。で、横浜 FC も前回からメンバー変更なしという、布陣でございました。でやっぱ思ったのが、あれこれ今野からね佐藤亮がスタメンダッシュしたのかっていうところですよね。確か今野選手セレッソ戦だったかな、でちょっと負傷というかしちゃったんですよね。でそこからしばらくゲームに出ずでね、佐藤亮が、前回九州ダービーも先発でございましたけども、この試合も2試合連続先発ということでね、まあ、今野選手自体はね途中から出てこの試合も、まあ、元気発達っていう感じだったんですけども、それは佐藤が使われるということは、まあ、今野選手から、ね、スタメン奪ってるんじゃないかという現状にはなってきますし、まあ、佐藤亮この試合2ゴール決めてますんで、ね、さらにまあレギュラー定着に近づいたんじゃなかろうかというのを感じますよね。で前島選手はフルストの一戦と、ね、いうことで、やっぱ左の前島っていいですね、うん、右の前島選手もいいんですけども、この左に入った時の前島選手の反対サイドの対角線上のパスが非常にいいですもんね。前島選手も、非常に、ね、これフルスト相手に成長を見せたゲームじゃなかろうかというところでございまして、で、この試合先制点の場面ですけども、前半2分ぐらいでしたよね確かね。あそこも本当福岡らしいトランジションですよね。攻守の、切り替えからね、最初は金森選手がボール奪ったのから、ね、金森選手がボール奪って、そこから、前選手がパス出して、それを佐藤亮が決めるということなので、まあ、金森が奪って、前選手が再度アシスト決めて、佐藤が決めると、ね、いうことでね、本当連動した本当アビスパ福岡らしい得点シーンだったんじゃ、なかろうかというところですよね。本当お見事でしたね。で、そこからも横浜 FC がボール持つ展開というか、まあ、ボール持たせる展開に持っていくことできましたね。やっぱ最近の横浜 FC ってね、どちらかというと、まあ、自分たちでこうボール保持していくよりもやっぱり、ね、相手にボール持たせておいて、そこからカウンターみたいな、まあ、どちらかというと福岡に近いようなスタイルで最近はやって、横浜 FC にはなってきます。まあ、開幕当初はですけどもね、開幕当初は4バックやって、ね、そこからポゼッションみたいなことやっていたんですけども、ポゼッションサッカーっていうのがなかなかうまくいかずで、今のスタイルになっているんで、どちらかというと、ボール持つのが苦手なチーム、それが横浜市なんですけども、やっぱこう早い時間帯で先制点取ることができたんで、で横浜市が、ボール持たざるを得ないみたいな、状況にしましたね。で、そこから決定機中決定機はそんな福岡は、前半は確かなかったと思うんですけども、でも福岡からしたらですけどもね、もう横浜 FC がボール持って、ね、そこから攻めてくれて、全然構わんというところ、まあ、ロングカウンター、ショートカウンターから、ね、ゴール前迫っていこうみたいな、そこが福岡を狙いになってきますんで、本当早い時間帯での得点っていうのが、本当なお一層横浜 FC を、厳しくしたというところ、前回だからポゼッション率 20% ちょいで、20% 後半か、で、ヴィッセル神戸に勝っている横浜 FC なんで、やっぱこうボールは持ちたくないというところがなんか見えましたね、この試合。なんかうまくいって
ってないなって、もう最後のところはね、山下選手と、マルセロ・ヒアン選手の個人打開というところ、まあ、マルセロ・ヒアンは本当体が強い選手なんで、この山下、マルセロ・ヒアンと、まあ、伊藤翔がそこに絡んでみたいな、あとは右ウィングバック山根選手もそうですけどもね、いや本当非常に推進力あって良かったという感じがします。まあ、林選手、山根選手で途中から出てきた、ね、近藤選手もそうですけどもね、いや横浜 FC も十分ね、この打開力を持った選手はたくさんいるんで、その選手たちがね、確かに福岡を、まあ、福岡の、ね、ゴールに迫るみたいなシーンもあったんで、しかしまあそこはね、福岡冷静に対処することができたんじゃなかろうかというのは思いますよね。J2 専門チャンネル、そしてゲーム実況チャンネルは動画概要欄からよろしくお願いいたします。でもね、これやっぱ90分間見た中で、横浜 FC がもうほんと1点2点入っていてもおかしくないみたいな展開ではありましたよね。ほんとボール1個分とか2個分でね、これゴールから離れていくみたいなところもありましたしね。だからな、横浜 FC からしたらなんかほんと運もなかったのかな。ほんとボール1個分とか2個分ってね、やっぱ若干運要素も絡んでくるんでね。いやほんとね、村上選手が別にこうね、楽な、ね、試合だったわけじゃなくて、結構こう村上選手がまあキャッチングするシーンとかね、ちょっとバタバタするシーンとかもありましたんでね。うん、てことで本当に際どいシーンもあったというところには、なってきますね。で、まあ、影の MVP って書いてますけども、まあ、これは90分間通した話ですけども、やっぱドーグラス・グローリーは良かったんじゃないですかね。うん、まあ、やっぱ佐藤遼河が2得点決めているんで、まあ、マン・オブ・ザ・マッチで言うと、もちろん佐藤遼河にはなってきますが、この試合のドーグラス・グローリーのですけどもね、集中力、これは見事なものがありました。本当ね、ことごとく横浜 FC のロングボールを跳ね返す、まあ、クロス対応バッチリでございましたしね。本当グロリーのこの活躍というのはですけどもね、福岡の完封勝利に大きく貢献したんじゃなかろうかとね。これで福岡5試合で失点1かな、確かね。この5連勝中は確か1失点だったから、ちょっと見直してみようかな。確かね、この5連勝中の期間ってアビスパ福岡1回しかね、点取られていなかったんじゃないかと思いますけれども、どうなんですかね。いや本当ね、なんだかんだでやっぱドーグラス・グローリー、ね、だいぶ福岡の在籍長いですけれどもね、守備の要という感じがしますね。あ、やっぱそうですね、5連勝中の失点に関しては札幌戦で1点、取られてるだけですね。札幌戦1失点しているのみと、ね、いうことで、そこから無失点3試合連続、無失点。まあ特にこの時期はどちらかというとね、非ポゼッション、まあ、福岡みたいにね、カウンター主体のチームの方が、勝率上がるみたいなことも、言われます。やっぱ自分たちでボール持ってるとね、なかなか、ね、体力も使うということなんで、まあ、福岡のサッカー、まあ、本当非保持とかね、非ポゼッション型のチームの方がこの時期は結果出すみたいなところもあるんですけれども、しかし今この5試合、1失点5連勝達成ということでございました。本当お見事ですね。で、追加点は後半早い時間帯で、まあ、佐藤遼河というところ、あそこはだから前選手のパスも良かったですし、で山岸選手が抑えたのも良かった。そこからちょっと時間かかったんですけれども、最後、金森選手が突破して、そこから、佐藤量が決めということで、だからもう金森選手もワンアシストですね。前回突戦ではゴール決めておりますが、この試合はワンアシストというところ、まあ2点に絡むって書いてますけども、先制点の場面もだからさっきも言ったとおりね、こうボールを奪うってところでは貢献しておりますんで、まあそういう意味では先制点の場面も直接的なアシストではないんですけどもね、まあそこはしっかり金森選手も先制点の場面は絡んだと言えるんじゃなかろうかということで、まあ2得点に絡む活躍でございます。本当金森選手も調子上がってきましたね。てことで、まあ福岡2対0で横浜 FC 勝利というゲームでございました。で、気になった選手たちということでございまして、こちらですね、まあ、やっぱりさっきから名前挙げて佐藤遼河と、ね、ドーグラス・グローリーになってきますで、まあ、佐藤遼河に関してはやっぱ J2 の、テントリアですね、まあ、ルーキーイヤーから、2年連続で2桁ゴールを決めている佐藤遼河が、ね、しかもサイドハーフとして、ね、こんだけ点を取ってます、まあ、東京ヴェルディ時代はですけどもね、まあ、ワントップっていうか3トップの中央をやっていた選手にはなってきます。で、佐藤遼河が、ね、これ東京ヴェルディ時代良かったのは、まあ、中央にいるんですけども、この3トップの両ウィングを生かすみたいな動きが非常に良かったんですね。まあだから佐藤遼河っていう選手はポストプレーはそんな上手くないですね。本当ポストプレーはそんな上手くないんですけども、ちょっとこうで引いて受けて、両ウィングとか両サイドハーフの選手を生かすみたいなのが上手い選手だったんですけども、しかし、まあ、今は自分が、まあ、生かされる側というかですけどもね、サイドハーフとして、ね、周りから使っても
もらって結果を残すみたいなところもありますんで、いや本当非常にいいですよね、この佐藤龍我の今の動きっていうところ。そしてまあやっぱベルディ時代ですけどもね、まあ周りを使う動きみたいな、周りを使うプレーもやっぱりそこをね学んだっていうのは大きいんでしょうね。まあやっぱウィングの選手としてじゃどういう風に、ね、立ち振る舞えばいいかっていうのはやっぱベルディ時代これは、使ってきた側として学んだんじゃないかっていうのは感じますね。で、さっきも言ったドーグラスグローリーに関して今季ベストゲームじゃ僕はなかろうかっていうのは個人的には思っております。それぐらい守備の集中力っていうのが、90分間続きましたんで、まあドーグラスグローリーは、この試合今季ベストゲームだったんじゃなかろうかっていうのは思いますよね。で、横浜市のやっぱ気になった選手2人ですね。まあ近藤選手しか名前出していませんでしたね、もう1人カプリーニ選手がいるんですけどもね、まあ近藤選手に関してはいや本当しばらく見ないうちにって書いてますけど、最近ちょっとあんま横浜 FC のゲーム、見れていなかったんですね。先週本当ダゾンの、ね、映像がちょっと悪すぎて、ね、僕以外もそうだったんですけどもね、なんか見逃し配信の調子が悪くて見れていなかったんですけども、いや近藤選手ね、本当この試合も途中から出てきてね、何回もこれ福岡ゴールに迫るみたいなプレーがありました。本当惜しいクロスもありましたし、本当ね横浜 FC では3年目のプレーにはなりますけども、いや本当非常にいいプレーが、ついておりました。まあ僕の中で、まあ、すでにこうオフの、動向気になる選手のリストを作っていてですけどもね、まあこれ、まあ、夏にですけど移籍注目選手みたいな動画を何本か上げたんですけども、やっぱ夏の移籍ってねいろんな事情が絡むんで、出る選手、出ない選手、いやちょっと出せない選手とか多分チーム事情に結構影響を受けるのが夏の移籍なんですけども、まあ冬の移籍ですね、冬の移籍市場に関してはそんなにこう、まあ、そんなに中か夏よりもですけどもね、やっぱりこうチーム事情の影響っていうのは受けづらいということ、まあシーズンが終わってますんでね、ってことでまあやっぱり近藤選手もその一人ですよね。まあ、シーズンオフにはちょっと他のクラブに行ってもおかしくないみたいな選手にはなってきますんで、ちょっと今後もですけどもねプレー見ていこうと思ってますけどもね。であと同じく途中から出てカプリーニ選手ですね。あの選手やっぱ上手いですよね。前から上手いと思っていたんですけども、いやしかしねこの夏場に入ってきてから中かね、迫力あるというか本当ねこう相手をかわすテクニシャンな動きとかね、うん、その辺上手いんで、まあ、横浜 FC のこのカプリーニ選手も近藤選手もそうですけども、ちょっとねオフの動向、気になる選手の人でございますけども、ただ横浜 FC 本当素晴らしい選手多いんでね、まあ、J2 から上がってきた選手がたくさんいますんで、ちょっとまだ J1 での、プレーというのはやっぱ1年じゃ、ね、なかなか、慣れないというのがありますけども、その辺が来シーズン、まあ、どういう評価を得て、ね、まあ、残留するのか、もしかしたらいいオファーがあれば出ていくか、そんな選手もいるかもしれませんけども、ってことで、まあ、横浜市の選手も質では負けてないと思うんですけどもね、本当それぐらい、ね、いい選手が多い横浜市、しかしまあそこに勝った、アビスパ福岡、いや素晴らしいゲーム運びだったんじゃなかろうかというのは感じますけどもね。はい、ということで以上になりますね。以上パラプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録すら